修行の準備はよろしいですか？あなたの課題は頭で考えすぎないことですよ。気を張り詰めすぎずリラックスしていきましょう。頭で考えて動くのでは遅いのです。それを意識してください。体のあらゆるところで感じ判断させるのですよ。いきますよ。ビッグバンアタック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 。本当に強くなっているのかわからんぞ。クソ高め。安心してください。強くなってますよ。さあ最後までその調子で攻撃を続けてください。いきますよ。
さすがはベジータさんです。スーパーサイヤ人ゴッドの先のイメージがつかめたようですね。ああ、はっきりとな。あとはお二人が手に入れた新しい力を悟空さんと一緒に確かめてもらいましょうか。さらなる力を得るためウィスとの修行を続けていた悟空とベジータ、激しい修行の末に二人はついに新たな力を得ることに成功したのだった。二人とも来ましたね。ああ、あの感覚忘れぬうちに始めようぜ。貴様が本当にゴッドの力を超えた先にたどり着けているのか確かめさせてもらうぞ。それでは修行の成果を見せていただきましょうか。スーパーサイヤ人ゴッドの時よりえらく体力を持ってからな。ゴッドの状態からさらにスーパーサイヤ人になってるようなものだからな。だがその分パワーは桁違いだ。お二人ともよく頑張りましたね。でもあんまり長くは持たないみてえだけんどな。まだ完全にものにはできていないということか。ですがこの短期間でスーパーサイヤ人ゴッドを超えた先にたどり着けるとは驚きましたよ。お、正直俺もびっくりだ。ゴッドの上にこんな力の領域があるなんてさ。ふん、俺も同じ力を手にしているんだ。いつも貴様が先にいると思うなよ。今の状態はまさしくスーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人。ちょっと長くて言いにくいですね。髪の色も青くなっていましたし、スーパーサイヤ人ブルーといったところでしょうか。スーパーサイヤ人ブルーか、その方が覚えやすいな。では改めてあなた方が得たブルーの力を確かめることにしましょう。全力でこの私に挑んできてください。そして変化の具合をしっかりと覚えるのですよ。よし、やってみっか。よろしい、では始めましょうか。そっちこそ。喧嘩してる余裕はありませんよ、お二人とも。いきますよ。その調子ですよ。思ったより使いこなせてますね。ああ、だんだん疲れてきたみたいだ。いいですね。道があるような進歩ですよ。いい子が今よかかろと、俺の方が上だ。はっ、あっ、は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 っ、油断しましたね、ゴッドさん。悪い癖ですよ。
二人とも素晴らしいです。ブルーの力をかなり使いこなせているようですね。これならお二人で手を組めばビルス様ともなんとか互角に戦えるかもしれませんよ。ほんとか。おう、でもほら、やっぱ一人で戦えてんだけどな。ふん、ビルス様を倒すのは俺だ。お前の力など必要ない。やれやれ、あなたたちは本当に仲が悪いんですね。なあ、ウィスさん、俺もうちっと修行してんだけど、ブルーの力もっと自分のものにして。かまいませんよ。何？カカロット、抜け駆けは許さん。もちろん俺もやるぞ。やれやれ、こういう時は気が。一方、地球、平和な時間を過ごしていたご飯だったが、ピッコロに呼び出され久しぶりの修行に汗を流していた。よし、休憩だ。久しぶりだな、こんなに体を動かしたのは。ずいぶんとたるんでるようだな。少し平和になったからといって怠けすぎだ。すみません、そろそろ勉強の方もやらなきゃダメだって母さんがうるさくて。勉強やろうと何をやろうと勝手だが、鍛錬だけはおろそかにするんじゃないぞ。そうですね、今度からトレーニングの時間も入れておこうかな。休憩が終わったら続きをやるぞ。今度は先ほど甘くは。なんだこの木は。何か邪悪な気が近づいてくる。これって、このバカでかい木は覚えがある。やつだ。ご飯たちが気づいた巨大な木、それはフリーザとその一味のものだった。そう、ついにフリーザたちが地球に到着したのである。この時をどれほど待ったことか。とはいえ孫悟空が現れるまで暇ですね。皆さん少し遊んでくるといいでしょう。地球に到着したフリーザたち、それを察知したのはご飯とピッコロだけではなかった。クリリンや天津飯らの戦士たちもすぐに異変に気づき、ご飯たちと合流を果たしていた。多くの木が散らばり始めた。奴ら動き始めたようだな。え、僕たちも行きましょう。ああ、だが数が多い。ここは手分けして敵を倒しながら進むぞ。わかりました。
行きましょう。やつらは大きくパワーアップしている。気を抜くなよ。はい。かくしてフリーザ軍との戦いは始まった。奴ら好き勝手に動いてやがるようだな。これ以上はやらせんぞ。どいつもこいつもかなりの強さのようだな。早く肩をつけないとまずいことになるぞ。